キャッチって言うんですけれども、はい、この水中カメラの下に、はい、針と餌をつけて、はい、セットをつけて、はい、で魚がこう食いつくところをこのカメラで見ながら釣り上げるという、はい、セットです。これで釣り具です。あ、いろんなタイプがあるんですね。2種類ありまして、はい、台の長さが 25m のものは3つき、はい、50m のものは竿なしです。あ、それとこの竿なんで、あの肝なんですけれども、はい、これは防弾チョッキに使われているケプラーという製品が使われてますから、42kg まで張力があります。マグロは無理でも1人ぐらいは釣れます。あ、すごいところなんですけれども、はい、真っ暗でも使えます。あ、結構赤外線カメラで真っ暗でも使えますので、はいはいはい、まあ、深海のちょっと深い明かりの足りないところでも綺麗に撮れる。真っ暗の問題ありません。それと、船の底とか船底とかプロペラの絡まりとか、あ、からアンカーを打つ前に海底見るとか、はいはい、そういうのにも使っていただけます。はい、あ、コードがついて、いやいや、水中ではコードのついてないものはないです。うん、これだけだと取れないですよね。このセットで、この釣りをしたかったら、うん、水中カメラですけども、それは釣りもできるようになってますし、あ、なるほど、釣らなくてもこれで海なんか見るだけでもいいです。これは横向けにもできますし、肩もついてますから、はいはい、録画機能もついてます。いや、こういうことになる。で、6万ぐらいで、これで59,800円で税金入れてこれなんですけれども、コートの長さによって値段がちょっと変わる。 25m のものと 50m のものと2種類あります。はいはいはい、2万円上がります。うーん、2万円、ありがとうございます。